東京競馬場で開催されるダービーの予想を行いたいと思います。解説は大阪スポーツ JRA 担当記者荒井俊彦記者です。さあ、それでは早速ですが、今回のダービー本命はどの馬でしょうか。ここはやっぱり絆ですね。さっき金曜日のね、金曜周りのオッズ見たら2倍切ってましたんでね、おそらく、まあ、一番人気になるであろうと思いますけどね。そうですね、今年、まあ、2歳からこうトレセンで馬を見てまして、はい、まあ、一応立候トレセンでいいんですけども、はい、パッと馬を見た瞬間に、あのおそらくここがダービー勝つなという馬が実は2頭、僕が僕の目の中にはいたんですよ、はい、1頭が絆という馬で、はい、もう1頭がここに出てるエピファネイアっていう、この2頭はおそらく今年の3歳戦線をこう来年の、まあ、当時2歳だったんで、はい、来年の春は多分にぎわすであろうと。おー、まあ、結果的に、ね、ダービーにこう進めてきましたしね、はい、まあ、その能力というのはあるんですけどね、うんうん、やっぱその一番のこの絆に決めた理由っていうのはやっぱ京都新聞杯ですね。前走は京都新聞杯って 2200m のレースを使ったんですけどね、はい、もうあのね、VTR を見ていただければ分かる通りね、うん、ものすごい瞬発力でね、うん、あれはやはり岩田ジョッキーが乗りたいと思うぐらいの瞬発力と、まあ、それは僕らが見ても当然すごいなと、まあ、あの、まあ、世間でいう飛んだと、はい、要するにお父さんのディープインパクトを彷彿させる、おこのすごいフットワークでこう一気に突き抜けたというね、はい、あのレースのインパクトっていうものが皐月賞組を上回っているんじゃないかなと、はい、今週からね、あの B コースが C コースに変えますのでね、はい、あのちょっと前が止まらないっていう可能性はあるんですけど、ね、うんうん、まあ、この絆という馬だったら最後直線で絆A コーのゴールを滝豊騎手とか、そして我々の懐を温めてくれるんじゃないかなと、はい、そんなふうに考えてます、ね、なるほど、ありがとうございます。あの対抗と穴はどのようでしょうか。そうですね、一応2番手にはロゴタイプですね。ロゴタイプ、はい、あの皐月賞が、あのちょっと専門的な話ばっかりになっちゃいますけどね、はい、あのまあ、皐月賞レコードの一番、ね、過去の歴史の中で最も速い勝ち時計という、ね、すごいこうペースが速い展開になりましてね、はい、まあ、その中でこうロータイプが勝ったんですけどね、うんうん、今年のダービーのこのメンバーをパッと見た時にですね、おそらくこう逃げ馬こう徹底してね、どうしても俺は行きたいぞっていう馬がね今見ませんしね、うん、実際その逃げたことがあるアポロソニックですとかね、うん、3番とか、あの12番サムソンズプライドという馬がおそらく前に行くのかなと思うんですけどもね、子供たちはどっちともね、今までこうハイペースで逃げるっていう馬ではなく、こう周りを引き連れるような感じで逃げていく馬なので、そんなにこう今年のダービーに関してはペースが上がらない、皐月賞とはもう全く違う競馬になるんじゃないかなっていうふうに、まあ僕の中で推理してますんでね。なるほど、そうなった時にやはりこうあまりこう速い足が使えないロゴタイプっていうのは果たしてどうなのか、まあ、それでもね、皐月賞を勝った、その1回目の皐月賞を勝ったっていう事実がありますからね、うんうんうん、まあ、評価を下げられなかったんですけどね、はい、まあ、この馬でどこまで迫れるかと、そこをね、竹井坂氏が横を見ながらお先にっていう感じでこう絆がね、最後交わしていってしまうのではないかなと、はい、そうで、人気の寄りの予想ではありますけど、はい、一応穴っぽいところではね、3番のアポロソニックっていう馬をね、ちょっと注目して、アポロソニック、はい、あの、もともとね、あのダート、そのなければ同じこうダートでデビューした馬なんですけどもね、はい、結局ダートでこう結果が、まあ、1400m っていう短い距離で勝った、はい、でそれからこうどん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 距離を伸ばしていって、まあ、前回青場所で権利を取ったというところ、うんうん、これあの過去に98年にこうダイワスペリアっていうのがありますよね。あの3着に来てね、あの結構のあのスペシャルウィークって買ったレースだったんです、はい、3着に突っ込んでね、副賞2000円くらい作っていうね、うん、あのいい馬券になるんです。副賞2000円、そうです、副賞で3着に入って2000円、すごいですね。しかもダービーでね、なかなかあんまりないことなんですよ、はい、そういうね、そのタイプにね、ちょっとこの馬ぴったりだなと、うんうん、ダートでこうパワーをつけて距離を伸ばして進化を発揮して勢いでダービーに乗ってくる、なるほど、多分だとまあ人気ないと思う、もうちょっとね、気の合う方がいらっしゃったらね、一票投じてほしいかなと、はい、いうふうに、思ってます。なるほど、ありがとうございます、はい、というわけで、あさってのダービーが楽しみになってきましたね。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なかなかご失礼しました。ありがとうございました。